失礼します。先輩こんにちは。あ、聞こえねえ。どなれ。はい、これでいいですか。おっす。先輩、質問があります。なんだ。本当の始まりはいつですか。明治時代だ。すごい、あれは結構前からです。どうやって応援団は作りましたか。学校にはスポーツイベントがあるんだろう。はい、そうです。じゃあよく教育学部をスポーツします。教育学部ですか。本当ですか。おっす。数学や文学科、各学科です。なるほど。応援団は。おっす。各学科対抗なので学科ごとに応援団ができたんだ。それは面白い。わかりました。あ、先輩、もっと質問があります。なんだ。応援団の目的は何ですか。応援団の目的はみんなに元気を与えることなんだ。わかりました。ではどの応援団がありますか。スポーツイベントの応援団やいろいろな応援団があるんだ。僕らはどんな応援団ですか。俺たちは個人的な応援団です。大変な人々のために応援するんだ。応援団の目的がわかりました。僕の質問に答えてくださってありがとうございました。おっす。あの人大変そうだな。はい、行くぞい。失礼します。あれ、僕ら増山応援団です。いつでも人生が大変になったら応援団を呼んでください。それでは失礼します。